名鉄岐阜駅。名鉄岐阜駅は、岐阜県岐阜市神田町9丁目にある、名古屋鉄道の駅。駅番号は、NH60 中部国際空港開港直前の2005年、平成17年1月29日に新岐阜駅から、改称された。名鉄岐阜駅の西側、国道157号の道路上にあった、名古屋鉄道岐阜市内線の停留場。 電停である新岐阜駅前駅は、岐阜市内線自体の廃止、2005年、平成17年4月1日を前に控えていたことも、あり、解消されずに廃止された。本校ではこの電停についても説明する。当駅の300メートル南西方に、JR 東海道本線、高山本線の岐阜駅がある。築定高架上の名古屋本線乗り場と、 地平に設置された各見ヶ原線乗り場の二つの部分からなる。かつての美濃町線系統には、各見ヶ原線構内に専用の乗り場があった。名古屋本線と各見ヶ原線の各構内は改札内、改札外ともに連絡通路で結ばれている。名古屋本線1の4番線は串型2面4線のホームで8両編成対応。 かかみ原線後の6番線はく型形1面2線のホームで6両編成対応。かかみ原線にはかつて、美濃ち線直通列車用の1面1線の低床ホームがあり7番線に編成対応となっていたが、7番線は2005年4月1日の美濃ち線、たが線廃止に伴い廃止された。現在7番線は6両編成対応の留置線となっているが、 日中の車両留置はなく、夜間停泊でしか使われていない。2004年12月には2番線に油圧干渉式車止めが設置された。これは前年に発生した仮想衝突事故への対策で、現在では名古屋本線の各ホームについて設置が完了し車止め周辺には安全策も設置されいる。 到着列車は分岐器の制限速度時速3 5トル、3番線のみ、時速2 5トルで進入後、ホーム途中から時速1 5トル以下多段階の ATS のチェックを受けながら停止する。部分的な改良工事を重ねてきた関係で、延伸時に重上げされた3.4番ホームよりも1.2番ホームの方が、わずかに低い位置にあるほか、1番線のみ、線路の終端。 改札口に近い側がさらに下がって、ホーム左右で、高低差があったが、2012年3月に中心が、電車1両分にわたって、柵で仕切られ一番線側が平坦にならされた。各みが原線ホームも延伸された、先端部分は幅が非常に狭い。なお、駅構内の枕木はすべて木製のままである。1.2番ホーム全体及び3.4番ホーム改札よりの、 上谷市中の一部には1897年、カーネギー製のコレールが再利用されている。名古屋本線ホームの先にある JR 東海道本線、JR 鉱山本線と立体交差している箇所、名鉄加能立橋は単線になっている。単線区間には第2出発信号機が設置され、名古屋本線の上り方向へは1分間隔で発車できるようになっている。 1996年までは、可能立橋の下を JR 線が通っていたが、岐阜駅付近の JR 線の高架化に伴い現在は JR 線高架の下を潜る構造となってる。この陸橋はかつて東側を走っていた国道、原国道157号と一体化した構造になっており、現在も立橋東側には旧東陸橋の跡である橋台が隣接して残存する。 もともと1914年、大正3年12月に開通した時点では、この部分も伏線であった、茶所新岐阜間のみ伏線化されていた。しかし、第一次世界大戦中に、資材不足により、岐阜市内線の補修用レールを入手できなかったため、当時の運行状況では単線化しても問題なかったことから、茶所新岐阜間を単線化して、レールを転用した。 第二次世界大戦前に、笠松、広江間、第二次世界大戦後に、広江新岐阜間が順次複線化されたが、可能陸橋上のこの区間のみ、単線のまま残され、現在に至っている。名古屋本線と鏡ヶ原線の両駅舎は改札内の連絡通路で結ばれている。名古屋本線側と鏡ヶ原線側の双方の駅舎に、駅ビルがあり、2000年10月に開業した、 高見ヶ原線側の名鉄長住町ビルには、ロフト、岐阜店と立体駐車場が入っている。名古屋本線側の駅ビルは老朽化が進んでいたため1990年代初期のバブル期に建て替え工事が検討されていたが、その後の不況により中止。そして2005年12月28日に、新岐阜百貨店が閉店したため、これを機に解体。 駅舎建て替えを2006年6月24日より、まずは建物北側から始まった。2007年7月14日より新駅舎の一般利用が開始された。なお、2009年9月6日、新岐阜百貨店跡地に商業施設エクト、イクトがオープンし、1階には食品スーパーのパレマルシェ、2階には飲食店やファッション関係の店舗など18テナントが入った。 名古屋本線へは西側に面した道路、国道157号、長ら橋通りから大階段で登れるようになっており、上下エスカレーターが各1機とエレベーター2機が設置されている。現在、1階はカフェバー、プロントが営業をしている。また、2017年9月6日からサンクスの跡地にファミリーマートが営業を開始している。名鉄岐阜駅は、 長住町ビル建設の際にバリアフリー化され、各見原線ホームへはスロープの設置により段差なしでホームに入れるようになった。また、名古屋本線ホームへはビルの店舗外スペースにエレベーターと上下エスカレーターが設置され、改札外連絡通路を通じてホームに入れるようになっている。2007年7月の新駅舎供用開始後は、 改札内にも名古屋本線と各海原線を結ぶエレベーターが設置された。新橋島方面への時刻表には、笠松で竹花線列車に連絡する列車の時刻も書かれている。直通列車は、早朝の2本、平日、度休日、平日の夕方の10本、深夜、平日の22本しかなく、直通列車のない時間帯は、笠松で、快速特急、特急から接続、 2004年にトランパスが導入された。比較的早くから自動改札機が導入されている。現在、岐阜市等が主体となり、境川橋梁、ギナチャどころ間から名鉄岐阜までの区間を連続立体交差化する計画がある。1999年に立案されたが、岐阜県と岐阜市の財政難により、事実上凍結されている。2012年には、 岐阜県都市建築部が構想の概要を発表し、全区間 2.9km のうち、約半分に当たる名鉄岐阜から 1.5km の区間を先行して整備される見通しを立てた。しかし、2014年7月になって、再び全区間を一括して整備する方針に転換した。2016年3月に現時点での計画が発表された。新岐阜駅前駅は、 相対式2面2線のホームを持っていた。ただし、平用軌道なので道路上であり、ホームはなく、道路に白枠でくくった緑色のペイント、グリーンベルトがされているだけであった。始発から終電の間は、グリーンベルトを囲うようにロープが張られていた。2003年、名鉄が岐阜市内線を含めた600ボルト区間からの撤退を表明すると、 岐阜市は10月14日から路面電車交通社会実験を行った11月28日まで、この間、新岐阜駅前駅には仮設の安全地帯が設けられたが、実験終了後間もなく撤去された。また、廃止直前にもさらに簡易な安全地帯が設けられていた。1967年3月までは市内線の車両工場、 岐阜工場が新岐阜駅北東側の市街地の中にあり、入り出場のための単線の引っ込め線が、新岐阜駅前停留場の北側から分岐して、駅北側の長隅通り上を工場まで指揮されていた。この引っ込め線からは、各見原線の新岐阜駅に通じる連絡線が分岐しており、市内線やエビ、谷組線への新車搬入、転属車両の搬出入りなどに使用された。 1967年4月に岐阜工場が一の壺に移転し、入室出場ルートとして、田上線が開通すると、引っ込め線の内急工場付近の入室出場線部分は廃止となり、新岐阜駅構内の連絡線も、1982年3月に実施された鏡ヶ原線構内改修、ホーム延伸の際、鏡ヶ原線に接続する部分が撤去、分断された。その後は、 残存部分が市内線車両の留置線として1988年まで使用された。もともと中節、黒の方向を向いて、右側のホームが東駅止まりと岐阜駅前行きの乗降場、左側のホームが折り返し列車と中節、黒の方面乗降場として使われていたが、岐阜駅前電停の営業休止後は暫定的に、とはいえこの状況は、 廃止島で続いた終着駅となり、道右側のホームが校車専用、左側のホームが乗車専用となっていた。また、渡り線はホームを岐阜駅前,前電停方面に少し過ぎた場所にあった。新岐阜駅前電停には係員が常駐し、出冊、修冊業務を行っていた。名鉄の駅では、名鉄名古屋駅、金山駅、栄町駅、 東岡崎駅に次いで5番目に利用者が多いが近年は JR に利用者が流れており減少傾向にある。当駅の所在地は岐阜市神田町であるが駅名変更前の新岐阜も地元住民には一種の地名のように呼ばれており周辺には店名に新岐阜を冠した店舗も多い。駅前道路の反対側にあった岐阜パルコも新岐阜百貨店に続き 2006年8月20日に閉店となった。その前の2002年4月には大英岐阜店、現存しているマーサ21内のイオン岐阜店とは別店舗も、戸座しマンションに建て替えられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。